皆様本日は一編承認五病床お参りくださいまして誠にお疲れ様でございます。暑くなりまして、ね、立ったままで大変かと思いますけれども、こちらの先ほど遠山先生の方からご紹介あったと思うんですが、一編承認五病床一編承認の、お墓でございます。で、1289年に一編承認が亡くなられまして、その後ずっとこの地で一編承認はこの兵庫津の町をつぶさにご覧になってこられていると。まあ、この兵庫津の町はですね、かつての阪神・淡路大震災、そして神戸大空襲、それから慶長の大地震、さまざまな災害があって何度も破壊と再生を繰り返してきた、そのような町でございます。まあ、その様子をご覧になってこられて一遍承認はおそらく、まあ、人間の生き様と同じかなというようなことも思われていたかと思います。つまり、まあ、人の心というのはですね、まあ、非常に楽しいとき、嬉しいとき、心躍るときもあれば、何か大きな挫折を味わってとても苦しくなったり、とても苦しい思いをされることも多いと思います。まあ、そのような苦から脱却するため、一生懸命ここで踊って踊りまくって、そして一遍承認のもと御霊の救いへ身を任せる、まあ、それを捨てるという言葉で表現をされましたけれども、今日はこの兵庫の地で踊り念仏ご堪能いただいて、どうか一遍承認と会話をするような、そんな気持ちでご覧いただいたらと思っております。でですね、この兵庫地宗の踊り念仏、我々の特徴としましては、相続一体、つまりどなたでも入っていただきます。この周りを円形に回って、踊っていただくんですけれども、まあ、今から入られる方は外から入れますけれども、もしこの中で一緒に飛び入りで入りたいという方も遠慮なく一緒に踊っていただいたいと思います。まあ、そんなに難しい踊りではありません。まあ、盆踊りのようなものだというふうに考えていただければ結構でございます。じゃあそろそろ始まりますので、どうか皆さん道を開けてお待ちください。よろしくお願いします。ネズミ衣を着た方が同士、阿弥陀様へ導いてくださる僧侶でございます。そして一緒に踊られる六役、お坊さんの方を六役、六丁金とも申します。その七人全員が鐘を持って予約念仏を先頭いたします。
ただいま平等宗の皆様、新興寺一転会及びトランスボランティアの踊り念仏の方々が入場されます。もしご覧になる方で一緒に入りたいという方はご遠慮なく今のうちにお入りください。後ろに下がります。ちょっと感覚
を開けてください。少し広がってください。足元を気をつけてください。足元どうぞ拾っていただいても結構です。大変お待ちです。持ち帰られた方には素晴らしい記録が授けられます。どうぞお持ち帰りください。まだありますよ。ただいま我々は極楽浄土にたどり着いた喜びに満ち溢れております。どうかご一緒にお念仏をお唱えください。手元に別眼和様をご用意いただいているでしょうか。まもなく和様が始まりますので、ご覧になりながら一緒にお唱えください。
の方の後ろにお並びください。よろしくお願いします。立てて片膝でお座りください。膝の痛い方は立ったままで結構です。皆様ご起立ください。ご起立いただいて結構です。
疲れ様でございました。ではただいまから新興寺住職長島正道総会に皆様にお礼のお言葉をいただきます。よろしく。